皆さんこんにちは。広報校長課の宇賀本与那城れみです。前回のやってみた手筒やったんですけど、いろんな方に声かけていただいて頑張ったねって、いろんな方に言ってもらえてすごくなんか嬉しかったです。皆さん見てくれてるんだなって思って、また次の機会があれば手筒チャレンジしたいなと思いますので、その時は告知しますね。はい、今回の豊橋ナウのラインナップはこちら。私が出ているので宇賀本与那城れみのやってみたシリーズとみんなに聞いてみたのコーナーがあります。最後まで見てください。それでは早速私のやってみたシリーズなんですけど、今回ここに子ども未来館に来ております。体操服を着ております。何をやるんですかね。最後まで見てください。それでは行ってきます。バイバイ。さてレミは今回ある団体に1日体験入団します。どんな体験が待ってるのかな。はい、ということで今回はそう合唱を私やってみようと思います。一緒にやるのはこちらの少年少女合唱団の皆さんです。イエーイ。豊橋少年少女合唱団は小学生から高校生までの少年少女で結成された団体で、年1回の定期演奏会をはじめ各合唱団との共演や海外での国際交流にも積極的に参加しています。はい、今日私の先生をやっていただく田辺先生です。よろしくお願いします。私どんな歌を歌えるんですか。はい、今日ね自分の音程とかも全然わからなくて、そうですね、ちょっとデミさんのお声を聞いて、はい、ソプラノメゾアルトで、ソプラノメガメゾソプラノメゾアフリカアフリカじゃないアルトになります。今日ちょっと調子悪いかもしれない。違う国にちょっと頑張ります。はい、はい、それではやってみよう。ということで普段の練習に密着。まずは体をほぐす体操、次に腹式呼吸の練習です。一回私の手に反抗するみたいに一回全部出すよ。出してみて、出し切ったら膨らませてください。今こっち入っちゃったね。難しい。難しいね。どう、腹式できてた。ほらよかった。できてた。苦しい。腹式呼吸を学んだら発声練習。お腹から声を出すように意識します。はい、今からデミさんのお声をちょっと調べたいと思います。高い方か低い方か。じゃあま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 あ、そうですね、のまあ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 、もうちょっと待ってください。まあ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 まだ出るまだ出る。まあ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 、デミさん息吸っていいよ。吸ってないです。吸ってないですね。吸って大丈夫。じゃあね、デミさんメゾ真ん中。メゾのパートを担当することになったデミ、パートごとの練習に移ります。すごいすごい、いい感じ。実際に演奏会で歌う曲を練習しました。だいぶ合唱に慣れたレミということで、ここにこで合唱を披露します。せーの、じゃあ。はい、着替えてきました。みんなかわいい。どうですか、ちょっとかわいい。言わせた感ありますね、ごめんなさい。じゃあ歌に移りたいと思うので
楽しみですね、みんな。よし、頑張ります。今日は豊橋少年少女合唱団に入団されていかがでしたか？はいはい、すっごく楽しかったです。こんなに気持ちよく歌えるもんなんだなと、ね、めちゃくちゃ気持ちよかったです。お腹から声出してましたもんね。お腹から声、お腹がこう膨らんでこうへっこむのもちょっと感じました、うん、そうですか。これからカラオケではこうやって歌いたいなと思いました、はい、またぜひ誘ってください、ね、またぜひ聞き、はい、あの歌いに来てください。ありがとうございます。また皆さんも今日はありがとうございました。ありがとうね。ありがとう。なんか告知があるってさ、はい、お伺いしたんですけど、じゃあ団長さんに代わります。はい、小学生から高校生まで歌の大好きな子たちが集まっています。楽しい合宿やココニコクリスマスコンサートなどたくさんのイベントも待っています。豊橋少年少女合唱団にぜひ入ってください。せーの、歌の好きな子集まれ。集まってください。みんなで待ってます。続いてはみんなに聞いてみたのコーナーです。よく行く公共施設はどこですか？はい、動物園によく行きます。どれぐらいの頻度で行きますか？家からすぐなのでもう週1で行ったりしています。好きな動物は何ですか？よく行く公共施設はどこですか？中央図書館によく行きます。どんなことを、どんなものを借りたり。息子の興味がある本を探して一緒に本を借りて10冊いつも借りて月1か2は行きます。最近は視聴覚センターに行くことが多いです。小さい子でも楽しめるようなボールを転がしたりとか、と車、小さい車を走らせたりとかっていうブースがあるので、長時間いても飽きずに遊ぶことができます。よくここに大道芸しに来るので ここのポニコによく来ますかね？ここにこでは 1、2回です。どうですか、ここにこでパフォーマンスを？楽しいです。さて、今回の豊橋ナウはいかがでしたか？来週もお楽しみに。続いては街角ネット田原です。